ルカは新約聖書のルカによる福音書及び首都原稿録の著者とされる人物。成人の概念を持つすべての教派で聖人として数形されている。カトリック教会での記念日は10月18日、聖教会での記憶日は4月22日である。聖法世界では医者及び画家の司法聖人とされる。日本語表記ではロカとも書かれる。 ルカによる、福音書及び、使徒行伝は、ルカの手によるものとして、ルカ文書と呼ばれるが、福音書及び、使徒行伝には著者についての記述が欠けている。一方、新約聖書中には、ルカという名前が、パウロの書簡に協力者として現れる。教会の伝承では、早くからこの人物が福音書及び、使徒原稿録の著者とされてきた。 コロサイの信徒への手紙には愛する医者、ルカとあり、ここから福音書記者、ルカの職業は伝統的に医者であると信じられてきた。使徒原稿録にはパウロの幾度かの不況旅行に私たちとする記述があり、ルカが著者であれば、ルカはパウロの最初のマケドニア選挙及びマケドニアからエルサレムへの旅行、またエルサレムからローマへの護送に付き添っていたことになる。 またこの記述からは、ルカは小アジアのトロアスと何かしら深い関係があったようである。ルカ及びルカ福音書はしばしば牛のシンボルで表される。これは、エゼキエル書1時10分に登場する4つの生き物に由来し、それぞれ4人の福音記者と福音書に否定されている。4世紀、一節には2世紀のものとされる文書、ルカによる福音書への反。 マルキオン的ジョブに、ルカはシリアのアンティオキアの出身で、シリア人、職業は医者とする記述が現れる。この文書はまた、ルカは生涯独身で、84歳で亡くなったとも伝える。いくつかの写本はルカが亡くなったのは、ボイオーティアの定売であると追記している。後代の伝承では、彼の伝記はより明確化された。エピファニオスは70門との一人に、 彼の名を挙げている。ヨハネス・クリュソス・ストモスは、コリントの信徒への手紙に8時18分に言う、私の兄弟とは、バルナバとルカのどちらかを指すと考えていた。また、ルカには、画祭があり、初めて聖母マリアを描いたとの伝承もあったため、中世の絵画作品等には、聖母子像を描くルカの姿が好んで描かれている。このため、中世ヨーロッパの画家、 薬剤師のギルドは多くルカを守護聖人としている。また、ネーゲルラント等の諸都市にある画家ギルドは共通してセールカ組合を名乗ることが多かった。ルカによる福音書及び使と原稿録はルカの手によるものとしてルカ文書と呼ばれる。だがその真偽については以前から論争があり、未だ決着を見ていない。保守的な学者はルカ著者説を支持している。 その論点としては、これらの文書の著者がルカであるとすることで、古代の記者たちは一致しており、新約聖書ではあまり目立たない、この人物が著者であるとすることで、格別の権威づけがなされるとは考えられないとする。一方、これらの見解を否定する学者は、ルカ文書の真の著者は不明であると考えている。ありがとうございます。